いつもお世話になっております、サイド B の酒井です。服部です。本田です。今回はですね、最安事務所を作ろう、第6回目になります、はい。このシリーズは新規開業する際の最安事務所のプランを私が提示させていただきまして、審査員のお二人がここはこれいるやろとか、もっと安いのでも十分やでみたいな、そういう形で審査をして、で進行していくというものになっております。そうですね、全部の事務所要件というものと、要件にはなっていないけれど必要なものが一通りで揃えば、サイドビーの考える最安事務所の意識ということになるわけですね。で、前回は、金庫、鍵付き、マルチ、ラク、業務用、図書っていうものを出していただいたんですが、これで事務所要件で一応一通りで揃ってるんですよね。そうですね、審査で最低案になったものはなかったんですけども、業務用図書のおすすめをそれぞれ紹介するということになっています。今回の提案もですね、事務所要件として挙げていたもの以外で開業に必須なもの、事務所の看板ですね、表札という表現でしたけども、それから職員、で、要件外にはなるんですけど、電子署名のセット一式、いるね。最後に業務用図書として3人がそれぞれ2冊ずつ持ってきてますので、合計6冊の紹介をさせていただくという流れになります、はい。電子署名は定款認証とか確定申告で e-tax するのにも使えますし、近い将来ですね、職員に代わる役割を担うことになりそうですね。そうですね、電子署名ってね、 PDF の話がね、今取ってくるんですけれども、そのあたりもね、触れてもらえればと思います。はい、数年前まで、PDF 編集のソフトといえば、アクロバット、今もそうなんですけどね、っていうのは単体で書いたんですけど、今はね、サブスクだけになっちゃって、月額1700円ぐらいかかるので、ちょっとね、最安事務所としては別のやり方を検討しております、まずは表札から、なんですけど、こんな感じのものですね、いい感じだよね。僕テンプラで作りました。今回の最安事務所っていうのは自宅兼事務所になりますので、自宅の表札の脇とか、ポストに事務所の表札をくっつけるっていうイメージですね、これはアクリルにレーザー刻印になってるので、擦れたりして消えるとかってこともないですし、裏に両面テープがついた状態で届くので、それ剥がしてポストに貼るだけと、で事務所名とかも長くても入るというような形のものになっています。で、表札自体はね、もう自作でもいいのかなという気はしてます。うちの事務所の看板はね、自作なんでね。これ自作やったんですか？そうそうそう。俺どっかにまた頼んで、えらいもん作ったらあんねん思ってたのに。あ、そうなんや。そうそう。これ、でかくて幅は60センチぐらいあるんですけど、ホームセンターで、耳付きの板を買ってきて、字書いて、小学生の時の彫刻刀でこう彫って、へーすごいな。で、カシューっていうね、漆塗料みたいなやつがあるんやけど、それをこう乗せて、でアクリルのスプレー全体にバーッと拭いて、4000円ぐらい、かまぼこ板でも言うちゃいます。はい、続きまして職員です。今こんな値段で、マジで前ね、びっくりっすね。安いな、重みを何も感じないけどね。感じないね、そんなもんってことかな。で、これね、樹脂じゃなくてちゃんと継げになってて、すげえ。で、10年保証がついてた。これ僕作り直してもええぐらいわ。で、サイズはね、18ミリがおそらく一般的なのかなと思います。で、18ミリ角のサイズでも、文字数は最大20文字までいけるということなんで、行政書士何がしの印みたいなのが割とみんなね、多いのかなという気がしますけど、全然余裕で文字数的にも入ると。はい、ここから電子署名のセットに入ります。3点セットという形ですね。マイナンバーカード作成は無料です、
公的個人認証サービス、うん、JPKI というやつなんですけど、うん、これの利用者ソフトっていうやつも無料でダウンロードができると、うん、パソコン用にカードリーダーが必要になりますけども、うん、カードリーダーはこれですね、うん、JPKI のポータルサイトっていうところに、うん、対応機種一覧みたいのが載ってるんですけど、うん、その中で、まあ、比較的新しめのモデルの中から選びました、はい、それから電子署名を実際にその PDF にするためのソフトウェアが必要なんですけど、うんうん、JPKI PDF サイダーというフリーソフトですね、うん、これは JPKI の利用者ソフトとセットで使うんですけど、うん、めちゃめちゃ簡単なんですよ。へえ、そうなんですね、うん、日本司法書士会連合会さんの電子署名マニュアルみたいなやつの中でも紹介されてて、まあ、実績もあると、うんうん、で PDF ファイルそのものに関してなんですけど、うん、これもね、あのマイクロソフトオフィスの各ソフトから作成ができます、うん、でワード、エクセル、パワーポイント、まあ、いずれからでも大丈夫です、うん、他の人が作ったやつですね、うん、を見るときとかちょっとした追記程度であれば、うん、アクロバットリーダーでできます、うん、でこのリーダーの方は無料で使えるものになっております。マイクロソフト365っていうのはすでにモサイエス事務所の維持費月額の計算の中に入れておりますので、電子署名のセットの中でお金がかかるものに関してはカードリーダーだけですね。ですので、表札、職員で電子署名セットで、まあお金がかかるもので言えばカードリーダーというところで審査の方をよろしくお願いいたします。はい、では審査結果の方よろしくお願いいたします。はい、はい、で今回、提案いただきました、うん、表札職員、そして、電子署名セット、うん、このままでやっていただければ良いかなと思います。そのまま行っていいよ。はい、ありがとうございます、うん、はい、たまへんということでそのまま OK と。はい、はい、逆にね、僕らが言った方が盛り上がるのかなと思うんですけど、うん、完璧やな。完璧や、完璧やね、うん、うん、では引き続いてですね、はい、業務用図書のおすすめの紹介の方に移りたいと思います、うん、はい、前回ですね、紹介したものとして六歩と、うん、あとは有名行政書士が書いてある、あ、そう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 本がありました、うん、忘れてた、すっげえ行政書士がね、うん、書いた本ある、うん、本来的にはもうそれで十分かなと思うんですけど、もするんですけど、まあ、あえてそれ以外のものを2冊ずつ選んできてます、うん、はい、おすすめの理由みたいなものをちょっと添えながら紹介していけたらと思います、はい、では私から、はい、まあ、ですね、1冊目はこちらですね、うん、図解コンサル1年目が学ぶこと、うん、大石哲之さん、うん、これコンサルというふうにあるんですけど、うん、話す技術、うん、思考術、うん、デスクワーク術、うん、ビジネスマインドっていう4部構成になってます、うん、行政書士にも共通の基本事項がもう図付きで結構簡潔に書いてある読みやすい本ですね、うん、で元々は図解じゃない方で最初出たんですけど、うん、それ持ってる、でそれが最近ですね、この図解版ということになって改訂がかかったというものになっています、うん、2冊目はですね、こちらですね、冠婚葬祭お金とマナー大事典、うん、主婦の友社から出ているものです。こういう仕事をしてると、うん、冠婚葬祭にお呼ばれすることがあります、うん、でそこでね、やらかしてしまうと、うん、もうね、もちろん恥もかくし、そうですよね、うん、あのね、一気に信用なくなるんや、うん、あいつこんなこともできんやつなのとか、ね、しかもこれ怖いの、その場で教えてもらえないんですよね、うん、そう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 、うん、知らん間に評判だけが下がっているという、うん、そうそう、うん、まあ、こういうのは一冊あるだけで何をせなあかんのか、うん、何をしたらあかんのかみたいなことを、まあ、パッと見れるものがあればすごく便利かなというふうに思います。そうですね、はい、続きまして、私酒井のおすすめ本なんですけども、まずは一冊目、青色申告の本というところでして、うん、まあ、これまでその僕は
まあ、事業主、個人事業主として事業をやったことがなかったので、まあ、実際に自分が開業するに伴って何をしなければいけないのか、それはもう経理的な部分とか、まあ、その税務申告とか、そのあたりも含めてですね、やっぱり知らなきゃいけないなというところで、一番初めにこう、一番優しく丁寧に書いたっていうところに、名が引かれまして、うん、それやったらまあちょっと初め読んでみようかなというところで買った本でございます。本当にその開業届を出さなきゃいけないですよから、ほんまに事業をスタートさせるに必要なことが書いてあるので、これはちょっとおすすめかなというところです。で、私2冊目なんですけども、簿記の3級のテキストですね、うん、これはタックさんが出されている本なんですけども、これまでですね、我々動画で行政書士の業務するんであれば、簿記の2級程度の知識はあった方がいいよということはお伝えしてたかと思うんですけども、まあ、2級を取得する前に当然3級から勉強するのが、まあ、当然かなというところで、まあ、その3級の、テキストをご紹介させていただいております。まあ、先ほど紹介させていただいた青色申告をするにしてもですね、しっかり複式簿記でつけていく必要がありますので、まずはその数字が苦手な方もこういった猫が買い物していくっていうところからですね、まあ、入門編というところでとっつきやすいかなというところでご紹介させていただきました。はい、じゃあ僕なんですけれども、本当にわかる経営分析、僕実はこれの前の版を持ってたんですが、これちょっとですね、また改訂版ということで最近出てたんですよね。といっても2016年の本なんですけども、これ財務諸表の基本から、で、まあよくある ROE だとか ROA だとかっていうのは、まあ純資産利益率、自己資本利益率とか、まあ、そういうものまで含めて、ある程度経営者さんと話するときに持っといた方がいいかなっていう知識の、まあ、経営指標とかですね、すごく簡単な事例で挙げているんですね。なんか野球の例が出てたりだとかね、なんか言葉遣いとかもすごくこう、若者言葉なんかを使ってたりとかして、内容はめちゃくちゃ教科書みたいに難しい内容を取り扱ってるんですけど、もうとにかくとっつきやすい言葉で説明しているということで、これはすごく名著なので、もしこれから経営分析とか財務分析って興味ある方は読んでいただきたいなと思っております。はい、もう一つなんですけれども、お二方 の、 紹介するものが事前に分かったんですけど、マーケティングの本がなかったなと思ったので、ちょっと補う形でマーケティングの本を取り上げさせていただきました。その中でも僕開業した当初に読んでいた本なんですが、この実践マーケティング戦略、もうこれ正直この一冊あったらある程度のマーケティングの知識は結構実践レベルまで使えます。でしかもこの佐藤さんなんですけども、ご自身の独自で開発されたベーシックっていう戦略があって、それはね、マーケティングだけじゃなくて経営戦略なんかも複合的に混ぜたような外部分析、内部分析であったりとか、営業であったりとか、メッセージの作り方とかも含めたような複合的なものもあるんですけど、それも含んでて、で、マーケティングの話も入れてるという、非常にお得な本になりますので、やっぱり行政書士集客しないと始まらないってことがありますので、まずはこういう本を読んでいただけたらありがたいなと思って取り上げさせていただきました。はい。ということで、シーズン6回やってきました。ありがとうございました。ありがとうございました。サイヤス事務所を作ろう、はい、これにて完結と完結と、いうことでございます。シリーズの中で扱ってきたもの以外にかかるお金っていうのはそれなりにあるんだろうとは思いますけれども、一旦開業するにあたって、最低限本当に必要なものと言っても、10年近く行政書士をやっている我々が、まあ、3人で見た上で、まあ、これなら実務に耐えるだろうというものを選んで、まあ、今回のシリーズ一通り出たわけですけれども、一般に言われている初期費用は100万円ですと、で維持費は月額20万ぐらいかかるよと言ってたわけですけど、最終的にですね、かかった金額をこの後、計算して、締めたいと思います。はい、これあれですか、次シリーズ成り上がり事務所を作ろうとか始まる、始まらない、始まらない、始まらないよ、始まらないよ、始まらないよ、それではですね、最終的に出来上がった最安事務所、それからかかる初期費用及び維持費の月額はこちらになります。